ロシア軍が制圧をメロンで攻撃を継続しているウクライナ第二の都市ハルキウだけど、この場所でウクライナ軍が旧ソ連時代の兵器を使用してロシア軍を押し返しているとのこと。使用している兵器は旧ソビエト製の 122mm 多連装ロケット砲と言われているな。前時代の兵器で押し返してるってすごいことだよね。ウクライナの強さは世界の知るところになったわけだ。そうだね。さて今回は、ハルキウでの反転攻勢に使われている 122mm 多連装ロケット砲について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このロケット砲、前世は1991年平成3年に崩壊した旧ソビエト製の多連装ロケット砲なんだよね。1991年中に作られたとしてもすでに30年以上経過し、耐用年数は尽きているはずだよな。兵器は日進月歩で進化するから、とっくに時代遅れの武器になっているわけだ。コンピュータの1年は10年とも言われているよね。近代兵器にもコンピュータは欠かせないファクターだから、30年前の兵器は300年前のものと判断されるくらい時代から取り残されていると言っても過言じゃないぜ。そういった古い兵器を使っているウクライナ軍なのに、ロシア軍は後退しているらしいよ。ウクライナは先手を打って、各国から武器を取り寄せたのかな？それとも、今ある武器を性能の良いものに変えてしまうほどの技術があるのかな？あれほどの軍事力を誇っているロシアが前時代の兵器に尻尾を巻いて逃げているとなると、ロシア軍は思ったより弱いのかもしれない、という印象になるよな。本当のところはどうなんだろう。2022年8月5日の AP 通信によると、東部ハルキウ州に展開しているウクライナ軍部隊が多連装ロケット砲など旧ソ連製兵器を使用して、ロシア軍を撃退しているということだったんだ。同時にハルキウ州知事は、ロシア軍のミサイル攻撃によってハルキウ市内の民間施設が被弾した。ハルキウ州に新たに侵攻してきたロシア軍部隊をウクライナ軍が押し戻したと SNS などの手段で世界に発信しているみたい。AP 通信は、ハルキウ州のウクライナ軍が攻撃に使用したのは、ロシアの侵略以前から所持していた 122mm 多連装ロケット砲グラートなどの旧ソビエト製兵器と思われると報じているね。第127領土防衛旅団の司令官によれば、ウクライナの戦士たちは祖国を侵略した悪者からヨーロッパと全世界を守っている事実を世界中の人々が理解する必要があるとした上で、西側諸国に追加の重火器等の兵器の供与を要望したんだって。この 122mm 多連装ロケット砲 BM-21 グラートについて少し説明すると、ウクライナはロシアの侵略以前から185機を保有していたみたい。この他に多連装ロケット砲として BM-27 ウラガン70機、BM-30 スメイチ81機保有していて、現在は、ロシア軍から奪った兵器を使用している可能性もあるんだけど、こういった兵器を使用してロシア軍に攻撃をかけていると思われるよ。そのためウクライナ軍には自走式戦術弾道ミサイル OTR-21 と地下が90機あるはずだけど、今まで使用して戦果を上げたという報道はないみたい。ちなみに統治下というのは、ロシア語で城塞の意味だぜ。鉄筋コンクリート製の防御基地を指す軍事用語で、戦争に関わる単語であることは間違いないな。ウクライナの兵器だけど、ゼレンスキー大統領が多連装ロケット砲と同様ロシア軍より圧倒的に足りないとリクエストしている。長射程榴弾砲も主に旧ソ連製の一時代前のものが使われていたんだって。戦況を振り返ると、6月中旬頃は東部戦線でロシア軍が攻勢に出ていたよね。当時の両軍が使った砲弾数を見るとウクライナ軍5から6000発と推測されていたのに対し、ロシア軍は10倍もの6万発と計算されていた時期があったんだ。単純計算では、ウクライナのロケット砲と榴弾砲の数に対して、ロシア軍はロケット砲発射機数 4.7 倍、榴弾砲進数 3.5 倍も保有していると見られているから、はるかに上回っていることは明らかだね。発射頻度も3倍以上と見られているんだけど、数が多いから、ひっきりなしに発射できるということかな。こういった事実を背景に、ウクライナのポドリャク大統領府顧問が6月13日、ツイッター上に投稿していて、戦争を終わらせるには、ロシア軍に負けない数の重火器が必要と主張し、榴弾砲専門、多連装ロケットシステム300機など、具体な武器名を示して西側諸国にさらに支援を求めたみたい。ポドリャク氏の要請に応えるかのように、西側諸国は 155mm 榴弾砲と多連装ロケット砲システムの供与を決定していて、多くの国々の支援がウクライナに約束されたけど、こういった榴弾砲以上にウクライナ軍が最も必要としていたのは、多連装ロケットシステムマースでゼレンスキー大統領がとにかく一刻も早く供与してほしいと絶望していたんだ。では、ゼレンスキー大統領が喉から手が出るほど熱望していたマースを紹介していくよ。戦争中の一国の大統領が絶望している武器とは、一体どのようなものなんだろう？
これは射程80から 100km と見られる長射程ロケット弾が発射できるシステムで、今までウクライナ軍が自分たちも使ってはいるものの、威力に頭を悩ませてきたロシア軍の多連装ロケット砲システム BM21 グラート最大射程 40km や、BM30 スメーチ最大射程 70km に向けて、それらの射程外から反撃することを可能にする兵器と思われているよ。ゼレンスキー大統領の要請を受けて、アメリカからは高機動ロケット砲システム M142 ハイマースが供与されることになり、現在まで16機が届けられたそうで、イギリスはハイマースの原型であるマース M270 を、ドイツもマース2の供与を決定したんだ。各国がウクライナに協力体制ということが、武器の提供という観点から見てもよくわかるね。1機のハイマースに搭載できる長射程ロケット弾は6発ということだけど、M270 とマース2は同時に12発搭載できるみたい。攻撃力を比較すると、M270 とマース2 1機がハイマース2機に相当する計算になるので、2倍と考えて良いんじゃないかな。これらのハイマース、M270、マース2派、MFOMMLRS ファミリーオブマナイションロケッツ&アーテラリーミサイルズと呼ばれるロケット弾及び、ミサイル兵器群をすべて発射できる兵器となっているよ。ロケット弾が共有できるのは大きなメリットだよね。最大射程がなんと 100km とされる誘導型マース G マース精密誘導ロケット M30 や改良型 M31 も発射できるだけでなく、射程 70km のトルコ製のパースサージ 227F なども発射可能と見られているんだ。かなりマルチタスクな兵器だな。ウクライナ軍は、こういった兵器が手元にあることで、ロシア軍後方の榴弾砲部隊や多連装ロケット砲部隊の攻撃ができるようになったってわけだ。さらには弾薬庫などの兵站施設や司令部などへの攻撃により、ロシア軍の進撃を足止めしたと言われているよ。戦争では補給や後方支援を侮ってはいけないからな。旧日本軍がこういった要素を無視して、悲惨な状況でも前進させ、精神論ばかりを声高に叫んだ挙句、数えきれないほどの無残な結果や悲劇を生み出したことは歴史が物語っているぜ。人間は歴史から過ちを学んでほしいけど、そうもいかないのが現実だよね。ロシア軍の侵略が始まった2月時点での兵力を比較すると、ウクライナ陸軍は榴弾砲数だけでなく、戦車数も約2600両しか所有していなかったみたい。ロシア軍は約12,500両と言われていたので、圧倒的な戦力差ということが一目瞭然だね。しかし、差は数だけではなく、ウクライナ軍が保有していた戦車は、旧ソ連時代に開発されたものが620両。現在ロシア軍の主力戦車を開発したハルキウ機械製造設計局が1台前の戦車に近代化改修を施したものが100両。この2種類を合計した国産720両が主力戦車だったんだ。しかし、最近ロシア軍がキーウ攻略を諦め退却する際や、他の戦闘地域で放置されていた T72 戦車133両と T80 戦車51両、T90 戦車17両を手に入れたらしく、ウクライナ軍はこれらを修理して前線部隊に配備している、という情報も入っているよ。T72 は、ポーランドとチェコが合計200両以上をウクライナに供与すると表明しているから、すでにウクライナ国内に輸送されているのではと見られているみたい。ウクライナには、旧ソビエト時代に戦車の設計や生産分野で有名な軍需工場が現在も多数存在しているからね。しかも、それらの施設は、現ロシア軍の主力戦車 T72系や T80系の戦車の設計開発製造に携わっていたんだって。つまり、ほぼ完全にロシア軍戦車のメカニズムを掌握していると言ってよいだろうな。だからこそ、敵が乗り捨てていった壊れた戦車の修理も整備もお手の物ってわけだ。ただで敵の戦車が手に入り、自分たちで修理して敵攻撃に使えれば、経済的だよな。このように、戦車についてもウクライナ軍が使っているのは旧ソビエト製のものが主になっているんだ。慣れ親しんでいるという点では即戦力として当てになるんだけど、動かすのは結局人間で。ここでの問題は、戦車を操縦する兵員の育成は短期間でできるものではないということだね。あれだけ勢いがあったロシアも、今やウクライナに押され気味で、ロシア軍、プーチン大統領は今後どう動くのか注目していきたいと思うよ。ロシアがウクライナに白旗を上げている未来も、容易に想像できそうだけど。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。